ヤカヒ島の地形図。ヤカヒ島は沖縄県島尻郡ザマミ村に属する無人島で、ザマミ島の西約4キロメートル、ケラマ諸島最南西端である、クバ島の北約2キロメートルの海上に位置する。面積1.26平方キロメートル、周囲5.29キロメートルで、島北東部に最高標高214.4メートルの丘陵を有する島である。 北東部には海岸に面した標高50メートル以上の旧街がそびえ、南東部には小さな砂浜が存在し、島の北西約200メートルに幼いぜという小島がある。島全体に森林やすすきの草原が広がる。ヤカヒ島に生息するケラマジカは国指定の天然記念物に指定され、1974年から約10年間は、 超重保護区にも認定されていた。1983年現在、ケラマジカの約半数は、ヤカヒ島に生息し、朝方と夕方には餌取りを行うために海岸部の草地に出現する。赤ウミガメと青ウミガメの産卵地で、孵化したウミガメを狙って、赤股が捕食する事例が報告されている。島の周囲は最大で、 幅約600メートルの珊瑚礁に取り巻かれ、ダイビングスポットとなっている。緑色変岩で構成され、久場島と同様に含む導流下鉄交渉を形成し、戦前まで銅の採掘地であった。方言で、夜間島といい、小法国江津には、夜間日島と、江津郷村町には、夜間日島と記されている。夜間日島山頂に、宇たが祀られている。 17世紀に南に位置する、久バ島で放し飼いにされた鹿が島に渡り、現在でも、ケラマジカとして、ヤカヒ島に生息している。1955年に、当時の琉球政府は、ヤカヒ島に住むケラマジカを天然記念物に指定し、その後本土復帰した1972年5月15日に、国指定の天然記念物となった。1880年に、同行賞が発見され、 1936年に本格的な採掘が行われた。1939年にラサ工業による高品質な銅を産出する鉱山として発展すると、島内の人口が2000人以上に達し、住宅や小中学校も建設された。しかし、1945年3月に沖縄で最初に米軍が上陸すると、島民10人が集団自決を行った。また、 沖縄戦の空襲で工業所は破壊され、戦後は無人島となった。現在は桟橋や鉱山跡の遺構が残存している。ありがとうございます。